セルンの LHC プロジェクトではアトラスとちょうど対になる位置に CMS 実験装置があります。ここの主要センサー部分には浜松フォトニクス製の APD が採用されています。私たち浜松フォトニクスの光のテクノロジーは人類の英知が結集する高エネルギー物理学の最前線で活躍しています。APD はアバランシフォトダイオードというもので、同じフォトダイオードなんですけども、光が入った時に出てくる信号を何十倍にも増倍して取り出すという特徴があります。 CMS の方では固体素子であるアバランシフォトダイオードというものを使った実験になっています。固体素子を使うというものことに対しては世界で初めてというところで、それなりのインパクトがあるということはあると思います。96年とか7年ぐらいから引き合いが入ってましたけども、実際納入が始まる2002年か3年でしたかね、それぐらいまではずっと改良改良の連続というところで、なかなかいいものができないっていうのが現実でした。もともとこのヒッグス粒子という、実験自体の目的は聞いてましたので、そこでのモチベーションというものありましたし、あとお客さんの方ですね、物理学者さんの方が実際にこの実験 CMS でヒッグス粒子を見つけるんだっていう、そちらはそっちでそっちの熱情がありますので、実際にデバイスを改良する時でもお客さんとすごい議論を交わしたりとか、その結果を見てじゃあ今度はどうすればいいんだっていうようなところはもうお客さんと一緒にディスカッションしながらやってきたっていうところは大きいかと思います。